タラバーイータラバーイーは、インドのデカン地方、マラーター王国の君主ラージャーラームの日で、シバージー二世の母。1675年、タラバーイーは、マラーター王国の武将ハンビーラーをもう否定の娘として生まれた。彼女は、マラーター王国の初代君主、シバージーの悲壮やラーバーイーの命にあたる。1683年、タラバーイーは、 マラーター王国の王子ラージャーラームと結婚した。当時、シバージーの死後、息子、ラージャーラームを擁立しようとした、ーヤラーバーイは殺害されており、イボアニのサンバージーが大いにあった。1689年2月、サンバージーがムガル帝国との戦争で捕らえられ、3月に処刑されると、新王にラージャーラームが擁立された。その後、 彼らは、ラーイが土壌を捨て、シェンジに立てこもった。1696年6月9日、ムガル帝国軍がシェンジを包囲するさなか、シバージー二世を生んだ。後、シェンジが陥落する前に、ラージャーラームと共に逃げ、サーターラーを拠点とした。1700年3月3日、ラージャーラームが死亡し、シバージー二世が、 マラウター王となったが、幼少のためターラーバーイが摂政となった。ターラーバーイは、有能な人物であり、帝国側から多くの城を奪還した。1707年3月、ムガル帝国皇帝アウラングゼーブが死亡し、5月に帝国軍がデカンから撤退すると、ラーイガド陥落後に帝国の捕虜となっていたサンバージーの息子シャーフが、釈放され自由の身となった。 シャーフーは、マラーター王位を要求し、サーターラーに向けて進み、アフマドナガルで兵を集めた。だが、シージー二世を要する、ターラーバーイーはこれを認めず、彼女も兵を集めた。同年10月12日、ターラーバーイーの軍勢は、プネーの近郊を経度を置いて、シャーフーの率いる軍勢に破られた。ターラーバーイーは戦場を逃げ、シャーフーはサーターラーに進軍した。 その後、同年12月にシャーフーは、サーターラーに入場し、1708年1月12日に、マラーター王として即位した。一方、廃位されたシバージー2世は、コールハップルに文国を与えられた。だが、ターラーバーイはシャーフーが、マラーター王となったとはいえ、王国内で因然となる力を持った。結果として、それは、バーラージービシュバナートをはじめとする、 最終一族の権力の伸長につながった。1749年12月15日、マラーター王、シャーフーが、サーターラーで死亡し、王位は、シバージー2世の息子ラージャーラーム2世が継承した。この継承には祖母である、ターラーバーイの後押しがあってからこそだった。だが、ターラーバーイが、ラージャーラーム2世を、自身の孫ではないと言い出すなど、両者はすぐに不和になり、 王国内は混乱した。そのため、1750年に、最小バーラージーバージーラーオは、王国の行政府を王とサーターラーからプネーに移した。その結果として王権はさらに無力化し、国家の全権が最小の手に移った。1761年12月9日、ターラーバーイは、サーターラーで死亡した。また、その年の1月には、 第3次パーニーパットの戦いが勃発しており、マラウター王国は大敗を喫している。ありがとうございます。